さあ前節マリノス倒して今節がこの名古屋に対して勝ち点1ですが、今日の試合どうでしたか？やっぱりこういう難しいゲームを勝ち点取っていくっていうのはチームとして話してたので、まあ上で、上位相手に、まあ、こういう勝ち点を取れたのはチームとして、はい、プラスだと思っています。チームの勢いみたいなのをご自身感じていらっしゃいますか？まあ、1試合1試合大事だよっていうのはチームでも話してて、そこに向かって、みんな1試合毎週毎週準備してるので、それが結果に結びついてるのかなって思います。そして貴重な同点ゴールは後半の86分でした。あそこの場面を押し込みましたね。そうですね、まあ、個人的に、短い時間の中でどうやって点を取るかっていうのを、今まで、自分の中でいろいろと考えてやってた中で、こういう目に見える結果っていうのは自分が求めていたので、それは良、はい、かったと思います。そしてご自身にとってもこれが J1 の初ゴールとなりました。いかがでしょうか？それは特に自分の中で、まあ、J1 だろうが J2 だろうが別に関係ないと思っているので、まあ、試合に出れば点を取れるし、そういうのも証明でしたかなと思います。ナイスカズマという声も響いていますが、この途中出場、監督からはどういった指示を受けての投入だったんでしょうか？まあ、負けている状況だったので、点を、まあ、とりあえず、はい、取っておいている感じだと思います。さあそして次がホームに戻って柏との戦いになります。これからの戦いに向けてお願いします。まあ、相手がどこでも、まあ、特に次の相手は大事だと思うので、またみんなで1週間空きますけど、いい準備して、はい、またやっていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。